ガンモドキ。神ガチャ来てるね。もうね、こいつ、はい、そろそろこいつマジで当てたいのよ。もうこの未開放から早く出してあげたい。マジでやっとね、このチャンスが来たので、もう今回はね、今回こそはこのウソップちゃん出してあげるからね、そこからね。提供割合は 10%。OK、Let's go! 10%、10%、10%、10%。大丈夫、君なら弾けるよ。君なら弾けるよ、ネビル。当たっちゃった！ワキワキー！やっぱ嬉しい！やっと来た！いや結局これ他2回も買っちゃったんだよな。1個でよかったチケット。こういうの多いんだよな、本当に。はい、チョッパーザス。最後、波来てくれたら非常に綺麗ですね。はい、波、え、カモン！お、来たー！すげえ！ 10% がそれぞれ3回来た。うわ、とうとう未開放3体になった！いやーでも当分こいつは出てこなそうだよね。あれ待って、パシフィスタ今出てなかったっけ？パッシーは、パッシー、なんかパッシー見たぞ。あ、もういないのか。うわー、遅かったな。ありがたくね、これちょっととりあえず引きますか。はい、よいしょ。お、いいね、いいね。いい感じのが当たるね。ほんで、みんなこっちのファイト8ベトル。え？ファイト8バトル。これもうみんなやった？なんかさ、どのキャラ使うか結構迷うんだけど、これ。まあ、他の人見てるとね、エンマゾロとかが多い気がしたんだけど、僕ね、このゲッターゾロ、これ結構使えるんだよね。はい、ちょっとね、ぜひちょっと見てください。ちょっと行きましょうか、一戦ぐらいね。とりあえずちょっとね、炎王状態にならないと、おしよしよしよし、炎王状態になったら、こっちのモーンです !OKOKOK、もうゴリオン、もうさ、炎王状態になってるこの状態とかいう状態、これもうマジ無敵だよね、このチャレバトにおいてね。はい、よし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 、これとりあえず OK、 バチコーン OK。 あ、ごめん、これあのセラフィムちゃんやりたいと思うんだけど、僕も炎王状態つけたいんだ。これ僕もちょっとつけさせてほしいからね。はい、よしよし、あ、うんうん、いいと思う、いいと思う。あ、なんかガルガラがすごい球を振って、はーい、やっぱりそうですか、うん、ガルガラがすごい振ってたから今、うん、オッケー、お肉ラッキー、お肉ラッキーとか言って、はい、じゃあちょっとスキル、この2をバチコーンやって、ちょっとウルティちゃんはあんま効かないんだよな。はい、ウルティじゃ効かないんですけれども、大丈夫。はい、オッケー、バチコーン、ナイスー、お、2枚抜き、2枚抜きナイス。はい、ちょっとどこかで炎王なれないかな。これめっちゃ気絶つかないか。オッケー、あ、普通に KO できた。よし、じゃあちょシャンク、あ、オッケーオッケー、ずよしよしよし、炎王ついたね。炎王つきました。はい、オッケー、あ、もう無敵です、サトシ。はい、バチ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 、オッケー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 。もう炎王えぐい、炎王マジえぐい。オッケーオッケー、よし、もうこれさ、早めに終われるよこれ、みんな、うん、3万目指そう、3万バチカーン、うん、全然、よっしゃー、オッケーオッケー、薬効取りフューチャーつってね。はい、よ、じゃあ、ちょ、なんですか、あなたなんで立ってんのそこ。よし、あ、炎王ついてる、炎王ついてるよ。このままゴリ押しでいきたい、ゴリ押しでいきたい。よいしょ、オッケーオッケー、よし、ああ最高！チャレバトも強ければリーグも強いっつってね。はい、リーグも強いのよ、今もう本当に。このね、環境、もう環境キャラと言ってもいいです。はいはい、ちょっと、この辺でね、ゾロチームはね、やっぱね、セラフィムをね、倒して撃破してなんぼなんですよね。はい。なかなか皆さん、お、すごい集まってるよ、ここ。うん。巣窟ですか、ここ。あ、ね、相手さんの巣窟、オーシャンズのなんか巣窟なんですか。よし、ここら辺でいっちゃう。バチコーンは無理ですかね。はい、オッケー。もうセラフィムちゃんをね、倒してなんぼなんで、よし、あ、また来てる、また来てる。立ったまま、あなた何してるんですか。はい、オッケー。ちょっと、炎王解けたんで逃げましょう。そしてまたここ降りてくる人に炎王をつける。あー、ダメだ。これ、3本目やっぱ、あんま撃っちゃダメだよね。うん。3本目は基本撃っちゃダメです。と、よし、オッケーオッケーオッケー。もう炎王ついてるからもう、何したっていい僕今。何したっていい、でも全然食らってないね、相手に。うん。ごめん、緑牛ちゃんごめん、フラフラしてる。おーしょー、そしてここでバージョンラング来そう。オッケー。で、ここはニカとやっていくんだけど、すんごい効いてないね。オッケー。セラフィム来た。セラフィムは大好物。セラフィム大好物。オッケー。あ、待って。あんま旗抜かない方がいいかもね。これね。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。旗抜かない方がいいと思うんだけど、なんか癖で抜いちゃうんだよな。うん。癖で抜いちゃう。あ、全然食らってないな、セラフィムも。セラフィムも全然食らってないけど、確実に体力落とせてる。はい、オッケー。バッチ。よし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 。よいしょ。お疲れ様でした。オッケー。じゃあ、ここ抜こう。ここ抜くんだけど、上から誰か来てるね。はい、ニカッチが来てるんで、ニカッチここスキル合わせは無理だった。オッケー、じゃあちょっとここでフェイント入れて。お、いけんじゃないこれ。はい、バチコマ、あ、無理だよ、さすがに無理。はい、もう上がろう、上がろう。さすがに無理。うん、もう、全然見くびってた相手を。はい、オッケー。じゃあちょっとここら辺でね。はい、もう、どれかちょっと抜きたいな、旗。もうさっきからさ、
あの、攻撃でしか縁をついてないんだけど。オッケー、セラフィム来た。セラフィム殺しのゾロちゃんですからね。はい、セラやらしても、セラセラ。あ、もう、おー、すごい3匹いる。やっぱここ巣窟だったんだ。ここ巣窟だったんだね。オッケー。あー、もうちょ。こいつのとりあえず、無敵剥がしといて、剥がれた。化けの顔が剥がれたぞ。オッケー。あ、なんかすごい癖で抜いちゃう。ダメなんだ。ダメなんだよ、抜いたらダメなんだって。よし、ちょっと待ってね。よし。ここは最後に KO しておきたい。オッケー、大丈夫。3回なんてすぐ剥がせるから。よし。オッケー。よし、頑張って抜かないよ。抜きそうになる。抜きたくなるんだけど抜かない。はい。最後、ここちょっと KO して終わりたいですね。はい。おー、疲れ。そして、ここ抜こう。これはでも無理だ。無理だ。ちょっと下行こう。下、ここ。ここ抜こう。ここはみんなで抜けなかったけど、ありがとうございます。ちょっとね、僕が今関心のあることをちょっと説明したいんですけれども、あの、情報修正ね。はい。情報修正が、まあ、直近では来ないと思うんだけど、次に来るとしたら何なのかっていう話をちょっとしていきたいと思います。情報修正、最近の傾向だと、もう確実に超フェスが入ってますよね。はい。まあ、最初が、何だったっけ？シャンクス。はい。シャンクスとか、黒ひげ、そして直近だとマムっていう形で、マジで初期の頃の超フェスっていうのが情報修正されてきたと。で、まあ、使えるようにはなったよね。うん。十分使えるようになってきました。じゃあ、次のね、情報が来た時の、超フェスで修正があるとしたら誰なのかというとですね、まあやはりロジャーおでんでしょうね。うん、ロジャーおでんかなり濃厚かと思います。いや、特にね、僕はやっぱちょっとおでんがね、非常にちょっと楽しみなんだよな。うん、マジでちょっとお願いしたい、この情報修正は。で、おでんはね、正直どれくらい、まあ1年ぐらい前まではなんかね、あいつ環境にギリ残ってたんですよ。ずっとすごいよね。まあだいぶ前のキャラクターなんですけれども、非常に環境に残ってたんですが、まあ今ね、もう代役がかなり効くようになってしまいましたよね。はい、もうロジャーもそうだし、まあ優秀なね、フェスゲンのゲッター、まあキングですとか、まあここのゾロとかね、はい、そういうのも出てきたんで、まあおでんもまあ今でもいけないかな。まあ微妙なんだけど、うん。優秀なその代役者が出てきたっていう感じで、まあちょっとランキングどんどん下げてたんですが、まあね、少しちょっと手こ入れすれば、もう十分にランクインできるようなね、ポテンシャルめちゃくちゃあるんでね、おでんはね。はい。なので、ぜひね、ちょっと情報修正お願いしたいなと、はい、思ってるんですけれども、まあ、どこら辺を変えればいいかだよね。うん、これちょっと難しいんですが、まあ、僕的にも旗握った時のぶっ飛ばしでも、ぶっ飛ばされないとかね。はい。ぶっ飛ばしで今、ぶっ飛ばしと、あと旗のエリア外で攻撃された時が、おでんちょっと食らっちゃうんでね。で、エリア外の攻撃もね、省けたらいいなと思うんですよね。だって今、結構遠距離でさ、スキルとか攻撃打つキャラかなり増えてるじゃないですか。はい。なので、まあ、おでんのね、せっかくいい旗の、ぐーっと離さないみたいな特性が無駄になっちゃってるっていうところはあるので、うん、そのあたりがね、改善されるのが一つと、まあ、あと状態以上向こうがつけばいいかな。あとは、絶対これは必須なんだけど、敵無視旗抜きね。はい。敵を無視して旗抜ける。これがね、まあ、つくと思います。僕的にはね。だってマムにもついてんだから。はい。で、そのあたりがつくと、まあ、非常にね、またこれ、おでんもかなり使えるようになると思うので、うん、ちょっと楽しみにしたいですね。またちょっとこれね、別途動画で、出したいと思います。はい。よろしく。ガンモドキガン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 モドキ